はい、今日はスイーツパラダイスでたくさんスイーツを食べてスイーツ系男子になりたいと思います。まずは明太子のクリームパスタ。スイパラに来てこのパスタを全部食べて、まあ最初はパスタも食べたくなるよね。うん、スイパラでもパスタは美味しいよ。うん、まあ次はごぼうのペペロンチーノ。あれれ、またパスタですか。なんでパスタと一緒に。え、甘いもん。あまりなペペロンチーノ好きじゃん。唇が腫れてくる。もう腫れてるやん。うるさい。はい、続いて、ね、トマトソースとトマトソースとカルボナーラ。スイーツはどうした。いただきますじゃねえし、スイーツはどうしたし。下品やな、皿上に重ねて。言わんといて、上から見たら見えへんかったのに。おいおい、こいつら二人ともパスタじゃねえかよ。どうなってんだよ。うん、俺嫌いじゃない、全然おいしい。しまった、取ってなかった。あ、和風パスタ、もうちょっと食べちゃったけど。いや、そんな情報いらねえし、俺スイーツが見てえし、パスタもうええし。パスタができへんから、カレーライス。ここどこか分かってますか。スイーツパラダイスですよ。ここ全然スイーツ食べてませんよ。うん、普通パスタがこうへんから。やっと来たスイーツ。イチゴのショートケーキを。この絵をね、皆さんは待ってるんですよ。どうですか、お味の方は。うん、やっぱり美味しそうですよね。やっぱりスイーツですよ、ね、スイーツパラダイス。スイーツですよね。ごちそうさまでした。え、スイーツこれだけ。かぼちゃのクリームソース、いただきます。待って待って、スイーツ一旦ちゃうの、うん、なんでまたパスタに戻るの。ちょっとスイーツ食べてくださいよ、お願いですから。だけど生クリームを切った後にこれを食うとちょっとって感じ。さっきのスイーツ何やってん。もういい、おいおい、パスタのとこ消してヨーグルト白玉。なんでそんなにスイーツいっぱいあんのに、このチョイスを選ぶかね、この男。絶対おいしくないやん、これ。うん、味がないということで、今日は残念ながら時間が来たから食べれなかったということで、ごちそうさまでした。なんでやねん、スイーツ食ってないやないか。